もゆきです。青春ノズルパワーブロックンポケットない実況プレイ続きやっていきましょう。今回はなるべく仲間になる人たちのフラグを立てていきたいと思います。まずはレストランに行きます。へえ、こんなところにレストランか。まあ俺には縁のないところだな。帰る待てよ。ここで待てよを選ぶと彼女候補が出てくるんですけど、ここで帰るを選択します。帰る、帰ろう。こんなところに用はないし、用はないし、帰ろう。そこのあなた、お待ちなさい。彼が仲間になってくれる城田さんです。え、そう、あなたですぞ。何か用ですか？そうですな、これを食べるといいですぞ。気づいてくれた。お腹が空いてるって。お腹が空いていると心も乱れますぞ。気をつけなさい。はあ、何、レストランの人？なんで牛乳？これ腐りそうだから早めに飲みたいけど、まだ別に体力マックスだな。ん、あの犬、おいおい、早速犬イベント来た。いや、ランダムなら犬じゃなくて武者来てくれよ。なんだかボロボロだな。ピエロでもいいよ。まあこっちも犬のことは言えないか。あれ、犬もだったぞ。あ、いつの間にかテンタのそばに。なかなか素早いじゃないか。待て、口に加えているのは俺の貴重な食料じゃないか。あばよ。お、こら、この犬目怪我してるんですよね。あ、くそ、なんて逃げ足の速い犬だ。今度見つけたら絶対捕まえてやる。いや、犬に負ける主人公。じゃあレストラン2回目。レストランか。お腹すいたな。あ、もしかして、そして何かないかな。あー、こっち出てきたか。まあ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 、いいでしょう。休憩休憩。え、彼女候補です。あ、誰と、通りすがりのものだ。何してんの？それはバタン。店長、裏に怪しいおっさんがいるぞ。うわー、いや、店長と知り合いだから。そして、ふう、びっくりしたな。お腹すいたな。店長、ご飯また恵んで。店長、恵んで。レストラン行きます。うん、ここまで来たのはいいけど、別に食事するわけでもないしな。帰ろう。あー、で、あー、かなちゃんばっか出んな。キリュウさん、キリュウさん、ん、なんだ、仕事中だぞ。まあそうなんですけど、来てますよ、例のおっさん。お、来たか。ちょっと行って注意してくれ。あ、キリュウさん、店の前に来てるだけで別に何もやってないっすよ。って聞いてないし。ドバン、何やってんだおっさん。あれ、いない。どこ行った？いないじゃないか、アンド。う、あら、店長。あ、店長じゃない、シェフか、シロタさんは。どうなさいました？キリュウ、お客さんもいるんだが。何を騒いでるんだ？あはは、すいません、僕のせいで怒られちゃったみたいな感じですね、これ。ごめんね、かなちゃん。じゃあレストラン行きます。お腹すいたな。そして、何かないかな。いやー、これ城田さん早めに出したいんだけどな、本当は。真面目に見たった。おっさん、何やってんだ。まだ何もしてないよ。まだ？まったく、そんなもの食べたらお腹壊すぞ。え、あ、うん、まあ、うー、あー、もう、なんだよ、ちょっと待ってろ。優しい。それ、食べんなよ。結局いい人。ほら、これやるよ。まかないの残りだけど、そんなもの食べるよりマシだろ。うん、うまい。そりゃよかった。おっさ、あ、あ、私はキリュウかな。あ、俺は師匠。もう自分で師匠って名乗る？師匠さんか。しかし、よっぽどお腹が空いてたんだな。あんな音聞いたの初めてだ。はは、面目ない。最近まともな食事をしてなかったから。ばあちゃん、キリュウさん何やってんすか？店長怒ってますよ。おっと、まずい、すぐ行く。まあどうしようもなくなったら来たらいいよ。ただし、毎日来たりしたら張り倒すからな。いや、大丈夫、明日はノックしに行くから。なんか別にいいんだよ。食中毒が出たらうちが困るんだし。キリュウさんか。いい子、キリュウさん。いい子なんだけど、違う、俺が会いたいのは今、城田さん。篠田さんがランダムがちょっと絡むんで、先にフラグは立てておきたいんですよね、ランダムまでの。なんで一番最初に行ってんすけど。さて、レストランの裏に、これだ、レストランの裏に行こうかな。そして、キリュウさんはいないや、帰ろう。いない、いない。篠田さん、篠田さん、あ、来た来た来た。おや、あなたはこの間の。あ、どうも、やっぱりこのレストランの人だったんですね。ガチャ。うん、休憩休憩。あ、ゆうきさんと、ゆうきさん、仲間連れてくるなよ。え、ここのレストランの人じゃないの？あれ、ゆうきさんの知り合いでもないのか。あ、もしかして城田さんですか？いかにも、ちょっと怒ってる。城田ですぞ。あっちゃー、やってしまった。もうゆうきさんのせいだから。俺のせいなの？すいません、店長お待ちですから、どうぞこちらです。ほら、ゆうきさんは帰った帰った。で、実は城田さんは偉い人っていうね。手料理、あざす。あーざす。さて、野球の試合に備えて練習するか。よ、朝から気合が入って、あー、これ大丈夫です、チュートリアルです。で、もう一回城田さんイベントを起こしたら OK。 レストランの裏に行って、
あれ、ゆうきさん、そんなにいつも食べ物あげるつもりはないぞ。そんなんじゃないって。ほら、この前の人が気になってさ。オッケー、ここで一応フラグ立てはオッケーです。白田さんのこと、なんでゆうきさんが気にするんだ。いや、なんとなく、なんでか知らないけど、あの人食べ物くれるんだよな。餌付けされてんね。お前ちょいちょいいろんな人に餌付けされんよね。うん、まあいいか。でもあの人このレストランで働いてるわけじゃないぞ。え、実は。でも後ろにいるじゃないか、そんな灰原隊長みたいな。ははは、ゆうきさん、いくらなんでもそんな嘘で驚いたりしないぞ。うわ、なんですかな。白田さん、どうしたんですか。今日は祝いと打ち合わせの日だからな。あれ、店長そんなこと言ってたからな。店長を呼び捨てにできる立場。まあとりあえず案内しますね。あちゃ、キリオさん何。ああ、白田さん、ちょうどよかった。安藤、白田さん案内してあげて。わかりました、白田さんどうぞ。それでさっきの続きだけど、白田さんはこのレストランで働いてるわけじゃなくて、このレストランの親会社で代表みたいなことをしてるらしいぜ。超偉い。私もよく知らないけどな。そんなすごい人には見えないな。なんだかちょっと変わった人だし、それは間違いないけど、うん。ゆうきさんには変わってる人とか言われたくないと思うけどな。なあ、自分で師匠って名乗ってたからな、お前。はははは。はみんな、狂犬ドックスとの試合が来週の土曜日に決まったぞ。狂犬ドックス？ああ、名前は危ねえけどな。全く普通の草野球チームだ。雑魚です。うちの連敗ストップにはちょうどいい相手だな。連敗ストップ？なんだよ、知らなかったの？ここんとこうちは負け続けなんだよ。いい選手は引っ越しちゃうし、とんだ弱小チームになりさが、ノリをそこまでしろ。それ、これまでがどうだろうと、今回は勝つ。お前という助っ人もいることだしな。よし、任せろ。もう心強いね。よし、それじゃあ来週の試合に向けて練習だ。こういう時はね、しっかりと自信あり、牛乳腐って消えた、消失した。まあ、いや、白田さんフラグ立て終わったんで、じゃあ今度集会所行きます。いや、よく来たね。この喫茶店が商店街の集会所なんですね。うん、まあね。正式な場所というわけじゃないんだけど、ブギウギ商店街の振興会のメンバーのたまり場でね。結構豪華というか、なんか高そうなお家感ありますけどね、イラストは。重要な決定もここで行うんだよ。こんな小汚い喫茶店、普通の人は来ませんものね。ほほほほほ。ちなみに彼女は向井さん。この喫茶店の人じゃない。でもおばちゃんは強い。振興会の重要なメンバーなんですか？いや、単に店をほったらかして遊びに来てるだけなんだ。しかし発言力という点では非常に強いものを持っている。おばちゃんは強い。はあ、なんとなくわかります。ちょっと、さっきから何をこそこそ二人だけで話してるんですの？ああ、いや、大したことじゃないんだ。ところで、ジャッジメントスーパーの出店規制条例の批判について教えていただけませんか？ああ、そのことか。うちも運動してるんだけど難しいよ。そもそも条例に違反しても別に罰則はないからね。じゃ、条例意味ないやん。おまけに今、ジャッジメントの方が議会に圧力をかけてる。まあ、地道に活動するしかないね。そうですか。まあ、今日のところはコーヒーでも飲んでゆっくりしてください。あずあず、ただ飲みできる。ありがとうございます。もうね、やっぱお腹は大事なんでね、しっかり膨れさせていきたいと思います。じゃあ、集会所。またやられた。どうしたんです？このチラシを見てくれよ。うちがイベントを企画すると、どういうわけかスーパーもタイミングを合わせて似たようなことをやってくるんだ。情報が漏れてますね。それは効果的かもしれませんが、せこいですね。よっぽどこっちを潰したいんだろうね。もし商店街が潰れたとしたら、スーパーは何を得するんでしょうか。そりゃあこの商店街の客が向こうに行っちゃうからもっと儲かるんじゃないのか。でもこの商店街は駅前という特殊な場所にあります。あっちのスーパーは車で来る人向けの立地ですよね。もしこの商店街がなくなったなら、利用客は別の駅前に行くだけで、わざわざあっちのスーパーには行かないと思うんですよ。じゃあこの商店街にも別のスーパーを建てるとか。さすがにこの東善町に大型スーパー2店を経営するメリットはないでしょう。店の前だから東善、10の前で等の前で当然町って言いますね、この町は。ジャッジメントは何か目的があってブギウギ商店街と対立しているんじゃないでしょうか。へえ、それじゃあユキさんはどう考えているの。いや、今のところは考えすぎじゃないかね。わかった、きっとあのスーパーの店長は根性が曲がってるんだよ。まあ、それは間違いない。それは間違いない。さてそんなことしてる場合じゃないんだけどな。ところで皆さん、最近商店街の土地を売ってくれって人は来ませんでしたか。まあそれなら確か、なんていうの、そらそら不動産、中そら不動産とかいうところの人が、このままこの商店街で商売してても大変なだけでしょうって。なんだか妙にうちの事情に詳しくてびっくりしましたよ。まあ当然断りましたけどね。おや、あんたのところもかね。うちも2件ほど来たよ。会社の名前は違うけどな。それ多分根っこは全部同じで、ジャッジメントの仲間でしょう。買収しようとしてますね。怪しまれないように複数の会社を使って買わせているんです。いやー、もうずるい、いやずるい、ずるい。
商店街の土地を買い占めてる？一体何のために？さあ、わかりません。でもジャッジメントの目的がこの商店街の土地だと考えればスーパーの動向が納得できる。はいはい、きっとこの町で石油が出るとか道路か鉄道が新しく通るとかそんなんじゃないんでしょうか。そんなわけないだろ、ははは。まあ茶化してはいますけど、タケミちゃん、ね、いろいろあるんだよね。こっから先いっぱい分かっていくからね、大丈夫よ。はあ、さてさてさて、そんなことより、ということはこの商店街の昔の地図は残ってないんですか？めっちゃ商店街イベント起こるやん。役場が火災にあったことがあってね、古い資料はその時に全部焼けてしまったらしいな。どこかの家には残ってるかもしれないが。ああそうだわ、あの子が持ってるんじゃない？ほら、なんだっけ、こんにちは。ああ、あんたよあんた。え、あんたこの町の古い地図を集めてたでしょ？そうだったっけ。そういえばわしんとこから確か持っていったな。ああ、あれね、ごめん全部売っちゃった。誰に？ね、ネットオークションで。そういうの集めてる人がいてさ、コレクターですね。大事なの？相手の住所を探そうか。怖えよ怖えよ。いや、いい、いや、住所特定は怖いっすよ。皆さんも気をつけてくださいね。おお、白田さん来た。まさかの白田さん一番早め。最近よくお会いしますな。そうですね、何度も顔を合わせるということは何か縁があるのでしょうな。お名前お聞きしてもよろしいかな？ゆうきです。私は白田さんですよね。おや、私の名前を知っていらっしゃる。はい、桐生さんから聞きましたから。おほー、なるほどなるほど、これはお近づきの印ですぞ。ちょいちょい食い物を恵んでくれ。ケーキ、ケーキも傷むの早そうでやだな。でもこれで白田さんもワンチャン誘えるようにはなったけど。うん、来た来た来た。うむ、商店街の活性化となればまず何といっても商店街のモール化であろう。と言いますと、まず車の乗り入れを禁ずるなり、さすれば買い物客は安心して商店街に集まることができよう。今でもブギウギ商店街は基本的に車両乗り入れ禁止ですよ。ならばよし、次なる課題は道の整備と急速ポイントの設置である。おや、ゆきさん、こちらは MZM0 のハクさん。なんでも商店街再建の専門家だとか。ああ、知ってるよ。ゆき？いやいや、これは奇遇なり。いつから職を変えたんだ？前は地震対策のコンサルタントだったろ。知恵とは広く通用するものなり、よって地震対策も商店街再興も我には等しきものならん。いや全然ちゃうやろ。え、じゃあこの人は一体？いやー、ここはね、困ったやつなんですよ実は。まあ悪いやつではないんですが、もっともらしい肩書きを作ってその場所のいろんな問題に口を挟もうとするんですよ。本人に悪気はないんですけどね。それは心外なり、我が中元は我の知恵より溢れ出たるものなれば、この地での問題も解決できよう。ああ、とにかくあまり当てにはしない方がいいということですな。やれやれ、完全に騙されてましたよ。ああ、ちょっとかわいそう。余計なことを。我を信じておれば少なくとも安心は得られたであろうに、まあ誰かに相談して安心を得るっていうのは大事なことかもしれないけどね。君のアドバイスを真に受けてる間にちゃんとした対策を取らないからもっと困ったことになるだろう。我が知略この地にては不無用か。いざ次の地へ向かわん。あ、こんなところにいたでやんす。ゆうきさん、野球の練習に行くでやんす。野球？ほう、野球と申したか。野球すなわちベースボール。だから何なんだ？我野球によく通じるものなり。野球にて我この地に根付かん。そういえばこの男は意外に運動神経が良かったな。どんなところで見たんだその場面を。よし、一緒に野球をしよう。では我が力が必要と？ならばこの地のために努力せん。努力せん？いや、努力してほしいでやんす。あー、いや、努力せんというのは努力するって意味なんだ。ちょっと難しいですよね。さよさよ、しかりしかり。変な人でやんす。間違いねえ。で、これで OK。仲間が一人加わりました。手料理は消失しました。おや、ゆうきくん。あ、白田さん。おほう、ここがあなたの住まいですか？はい。そうなんす。はい。え、一応、なるほどなるほど。なかなかいい住まいですな。マジで良さわかる？そうですか？うむうむ。おや？それは何ですかな？え、どれです？そのテントの隅にある。これですか？今日の朝食べた魚の骨なんだけど。白田さん、ひらめきましたぞ。ゆきくん、鍋の用意じゃ。は？そして完成しましたぞ。これは？美味しいですぞ。いや、そういうことじゃなくて、あの材料から。うむ、私は料理人ですからな。あれ？こいつ魚の骨から手料理クリエイトしたよ。なんか特殊能力の持ち主ですか、もしかして。じゃあ河川敷行きます。今ここでテントを張って生活しているわけだが、あまり長く続けていると体には良くないな。ただね、河川敷で生活してないとね、武者来ねえんだよ。だ、早めに竹見の家に行くわけにはいかねえんだよ。かといってどこかの部屋を借りるほどの資金もないし、親切な人が見つかるまでは現状維持だな。さて、ここだと川で魚が釣れるし、練習するのにも広くてちょうどいい。
今日は基礎練習でもやっておこう。まあ練習は。マトドックス。あれ、ひょっとして今日の相手？そうだよ。ユニフォーム着てるだろ。おい、相手は普通のチームだって言ってなかったか？普通のチームじゃねえか。あは、他人を見かけで判断しちゃいけないよね。うわ、かんだかんだ。おい、ノリを遊んでないで、ちょっと試合前の練習始めるぞ。はい。はい、じゃあ試合やっていきましょう。よし。さあ、勝てるかな、勝てるかな。あ、やりやすい。ちょっと待って、ちょっと待って。下画面だけちっちゃく映し合いのか。これね、8と9だと画面が違うんすよね。OK、ナイス。8はね、下画面がメインで、上画面がサブみたいな感じだったんで、ちょっと難しかったんですよ。今回から上画面メインの下画面サブみたいな感じになってます。ほんと8の実況やってるときね、切り替えが割と大変だった、マジで。やべえ、2点負けてんじゃん。勝ちたいよ、さすがに。こんなち、あーやばい、ごめーん、ごめーん。やべえ、これ負けんじゃね。おい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 、幸先悪いな、マジか。いやー、勝ちたかったな。いや、まだ諦めちゃダメだ。こっからだ。オッケー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 。エラーしたけど、カバー早かったね。やるね、マットドックス。頼む。おバッカー満塁にしてたや、今。しかもなんで4点取られてんの。そして、2、3塁チャンスやん。いける。オッケー、1点返した。いやー、2点まで追いついたのに、なんで8回裏で2点取られた。チックショー、あとちょっとだったのに。いや、割と悔しいんだが、これ。いやー、初戦敗退か。これやだな。今日は負けたか。俺は4打数3安打1打点だった。活躍はしたんだけどな。チェ、連敗記録更新から次頑張ろうぜ、次。お疲れ様でやんす。ゆきさん頑張ったね。ありがとう。あれ、お母さんは？母ちゃんは、その、野球があんまり好きじゃないから。え？おーい。なんだよ、知らなかったのか？何を？夏希の4年前に亡くなったご主人は野球が大好きでさ、このチームのキャプテンだったんだよ。それでどうして？ご主人のいない今のチームを見るのが辛いんだろ。なに、またチームが強くなれば、そのうち昔みたいに応援に来てくれるようになるさ。まあ辛いでしょうね、ご主人がいなくなって、で野球も負けてっていうのは。全くしけたましだな。おい、そこの少年、おいらでやんすか？他にいねえだろ。それより最近この辺りで何か変わったことはなかったか？変わったことでやんすか？そして今日はさっぱり釣れないな。ん？なんだ、河原に住み着いた野郎ってのはやっぱお前かよ。お前は椿。おじちゃん、この人と知り合い？まあな、俺たちは昔一緒に組んでたんだ。いいコンビだったよな。だがお前はいつからか金で雇われて何でもするようになった。おいおい、今でも正義の味方気取りか？これからもだよ。いい加減そういうのは卒業しろよな。悪党が正義の味方よりマシとは思えないんでね。悪党？それって俺のこと？ドライになったって言ってほしいね。金をもらって人助けをしてるんだ。いわば才能の有効利用ってやつよ。そうか、合いませんね。おいおい、相変わらずすかした野郎だぜ。さて、この街で何が起こってるのかね。へへ、面白くなってきたぞ。あばや坊主、また会おう。波乱の予感でやんす。ここから波乱が始まります。お、ちょっとグラウンドにします。グラウンドで白田さんフラグが立ってる時に、ちょっと待ってね。これ上画面だ。こんな感じでハテナマークが今グラウンドに出てるんですけど、この時に白田さんが仲間になる可能性があります。じゃあ行ってみましょう。あー、お雪じゃねえか。あ、そっか、初めてだからか。あー、はい、これから先も、はい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 、グラウンドの説明イベント起こしとけよかった。先にアテナマークだけど、それ起きてなかったから優先されたわ。あー、まあしゃあないしゃあないしゃあない。河川敷行きます。さて、河川敷で何しようかな。じゃあ基礎練習しますと。河川敷も仲間が一人加わるので、こちらも。お、白田さん、いや、グラウンド来て。いや、この匂いはちょっとそのカバンの中身を。白田さん、食い物に対する反応めちゃくちゃいいね。悪くならないうちに。はい、白田だ。何？お嬢様がクッキーを焼いてほしいと。分かった、すぐ行く。お嬢様大好きだな。トウコさん大好きですよ。肉を手に入れた。え？肉？これ何の肉だよ。怖っ。何肉なの？俺が受け取った肉は。グールじゃないだろうな。人肉やめてよ。誰か川に流されてる。やばい、急いで助けないと。そして、大丈夫か？もちろんだと思う。俺の華麗な泳ぎを見ただろう。え？溺れていたように見えたんだが。ああ、愉快なお人だ。お前や、愉快なのは。水を愛し水に愛された男、睡魔ビートが川で溺れるわけがないだろう。なるほど。
さっきは居眠り、そう居眠りをしてたんだ。あまりに水に浸かっているのが気持ちよくてね。あ、もう納得したから。いや、お前は俺を疑ってるね。パーフェクト水泳マン、スイマーじゃないんだ、水泳マンである。この俺が本当は金寿司だなんて考えているに違いない。まあね、腕にあの小学生とかがつける浮くやつつけてるからね。絡まれてるよな俺。見よこの美しいクロールを。ほらどうだ。いや、どうだと言われても、地上で腕を回しながら走り回ってるだけじゃないか。なんか両手ブンブン回して走るの小学生の頃ありましたよね。これから野球の練習をするから、そのぐらいにしておいてくれないか。野球？あはーん、この俺がかつて甲子園に行った剛腕投手であることを知っているのか。スイマ？そういえばそんな名前の投手を聞いたことがあるような気がするな。甲子園すごいですね。あはは、そうだろうそうだろう。俺はこの町のビクトリーズというチームで野球の助っ人をやっているんだ。君もどうだい？そうだな。俺もこの顔を征服するまではこの町にとどまろうと思っていたのだ。よし、貴様の誘いに乗ってやろうじゃないか。川を征服する前にまず泳げるようになった方がいいと思うんだが。でもこれで仲間がまた一人増えましたと。そしてここでも。さて、この町ではどんな出会いがあるのかな。ワンワン。あ、こら、ボールを返せ。それは売り物だぞ。ワン。加えたボールが取られた。クソ、ここは退却だ。ね、目かわいそう。野球のボールか。あ、ありがとう。あ、でも歯型がついちゃったな。あ、これ売り物なんないよ。じゃあもらっていいかな。野球にちょっと思い出があるんだ。そうなのかい。それじゃ山の上のグラウンドへ行ってみたらどうかな。ん？そして、なるほど、商店街の草野球チームが練習をしているのか。思い出すな、小心寺でキャッチボールしたんだよな。あ、そこの人危ない。よし、ナイスキャッチ。お、野球やってんのなら俺も仲間に入れてくれよ。は？なんだって？飛び入り参加か。野球の研究はあるのか。キャッチボールならやったことがあるぜ。キャッチボール？ははは、何がおかしいんだよ。いいか、俺は小心寺で最強の拳法を身につけた男だぞ。プロの野球だってちゃんとテレビで何回か見たことあるんだ。わかった、わかったから、とりあえずノックやってみる。ふん、任せろ。そして、あれ取れない。まあちょっと難しすぎたかな。おお、俺は野球を舐めていた。こんなに難しい流派だったなんて。流派？いや、だがグラブには何球か当てているな。ゆうき、どう思う？すごい反射神経だ。ちゃんと練習すればいい選手になるんじゃないか。なあ、あんたたち、俺を入門させてくれ。野球を修行したいんだ。修行じゃねえから。そもそもお前は何者なんだ？よくぞ聞いてくれた。俺の名前はジモン・ダン。家を持たない流れ者さ。仲間。仲間。え？流れ者？旅から旅への旅ガラスだ。風来坊って呼んでくれてもいいぜ。はは、まあ外の世界じゃ俺みたいなやつは珍しいらしいがな。目の前にいます。とりあえず風来坊なら目の前にもう一人いるぞ。俺。って顔されてるけど、仲間だろ。はい、ということで今回はここまでにしておきましょう。まあ無事仲間かなり獲得できたんでよかったんじゃないでしょうか。で、次回は白田さんと電子を仲間にしつつ、ランダムイベントを狙いたいんですけど、来るかな。でもランダム来ないとこれダメだからな。いや、武者がほんと難易度高いんだよ。前半しか来ないから、あと2ヶ月の間になんとか武者を仲間にしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価